か。続いての勝負は似顔絵対決。はい、じゃあルール説明をしていきます。今からですね、ドアラとつば九郎が今日来てくださっていますお客さんの中から1名様を選ばせていただきます。それで例えばドアラが先にやるとしたら、ドアラが例えば今目の前にいらっしゃいますこのサマーハットの帽子をかぶってるお姉さんのこの人と決めまして、その人の似顔絵を描きます。その時つば九郎は目を閉じてもらいます。でつば九郎に見せて、このドアラが描いた絵はこの中にいる誰の絵を描いてくれたのかというのを当てていくゲームをしていきます。じゃあまずはもう準備満タンなのドアラからでいいですか。あ、もうつば九郎は準備満タンです。じゃあドアラ、今ここに来てくださってるお客さんから1名様を選んで似顔絵を描いてください。アピールタイムですよ皆さん。ドアラにたくさんアピールしてみてください。ドアラの絵が試されますからね。これで似てないと当たられないので。おー、結構つば九郎、つば九郎、すごい、それすごいところに投げてスタッフさんも今焦ってますね、ヒヤヒヤ。 OK ですか。はい、じゃあつば九郎もこっちを向いてください。じゃあいきますよ。ドアラが描いた人は誰でしょうか。そこまで結構ポイントがギャップと書かれてある帽子をかぶっている。これは男性女性どっちだろうな。なんか微妙ですね、髪の毛の長さ。つば九郎頑張って、つば九郎頑張って当ててください。はいはい、ギャップ帽子、ギャップの帽子かぶってるよって、もしあれば教えてあげてもいいですよ。私ギャップかぶってます。つば九郎見つけた。はい、じゃあそこの一番前に座ってくれてるお姉ちゃん、ちょっとお立ちいただいてもいいですか。ありがとうございます。ぜひステージにお上がりください。ごめんね、わざわざありがとう。じゃあここにお姉ちゃんが上がってくれたら、ドアラが本当にこのお姉ちゃんの絵を描いたのかどうかを聞いてみたいと思います。はい、ぜひ大丈夫お願いします。あ、もう見るからにキャップにギャップと書いてありますが、さてドアラつば九郎からプレゼントです。後ろ向いてください。あ、この絵なんとプレゼントしてくれるということですよ。ちゃんとドアラのサインもつけてプレゼントしてくれます。大切にしてくださいね。なかなか自分の似顔絵をドアラに描いてもらうことはないと思うので。え、そっちそれは嬉しくない。はい、ありがとうございました。大きな拍手をお願いいたします。ありがとうございます。家族できていただいてありがとうね、協力してくれて握手は2人でします、はい、ありがとう。じゃあ続いてつば九郎のターンになりますので、ドアラを後ろを向いていてください。つば九郎誰にしますか。どうしますか。一番結構みんなアピールがすごいですね。決めちゃっていいですか。自分が決める。あ、この方、あ、少しちょっとお立ちいただいてもいいですか。ごめんなさい。はい、この方を皆さん描きますよ。すいません、じゃあお座りいただいて、決して顔に出さないようにお願いしますね。ドアラにバレてしまうので。じゃあ今つば九郎が一生懸命描いています。優しいでお願いしますよ。ちゃんと忠実に再現されております。そうですね。あー、なるほど。OK ですか、つば九郎。はい、じゃあドアラいきますよ。向いてください。さて、つば九郎が描いたのは誰でしょうか。絵にすごい悪意がちょっと感じられますね。だ、見つけてください。じゃあドアラは誰だ誰だ誰だ。見つけたらしいですよ。見つけました、ドアラ。オッケー、見つけたかな。あ、オッケーオッケー。じゃあドアラ、その方をこちらにお呼びしてください。はい、
安いな。はい。笑っちゃってます。ということで、つば九郎、ドアラが選んだこの方は合ってますか？OK、合ってます。正解でーす。可愛らしいドアラのカチューシャをつけてきてくれました。では、ドアラからプレゼントです。ありがとうございます。はい、じゃあつば九郎かな。あ、そっちじゃん。そっちはいらないですよね。それは違いますね。そう、そっちがいる。こんな何も書いてないスケッチブックもらっても嬉しくないですね。はい、じゃあ最後、お写真どうぞ。似顔絵、言っちゃわりですけど、すごいそっくりだと思うのは私だけですが。はい、ありがとうございました。ご参加ありがとうございます。皆さん、大きな拍手をお願いいたします。ありがとうございます。ということで、この似顔絵対決は引き分けとなりました。ありがとうございます。参加してくださった2名の方もありがとうございました。ぜひもらったものを大切にしてくださいね。それでは、3つ目の対決に行きたいと思いますが、最後は撮影会ということになります。では、これから撮影していきたいと思います。全方向を向いてやりますので、皆さんお待ちくださいね。まずは前の方からどうぞ。浴衣を着て写真撮影会をすることはなかなかないと思いますので、すごいレアな2人の仕事だと思いますよ。続いて右のお客様、今日いっぱい来てますから右の方向いてください。右です。撮れてます？そっちのお客さん撮れてます？撮れてないですよね。はい、じゃあ続いて左を向いてください。前ならね。OK ですか？撮れましたかね？じゃあもう一度前を向いてもらいます。なかなかね、帯をつけてる時ないので、もう収めてください。はい、終了です。ありがとうございました。ということで、本日も3日間来てくださっています、ドアラとつば九郎のステージでした。皆さんありがとうございました。ありがとうございました。気をつけてくださいね。ありがとうございました、そうですね、本日も暑くなる予報ですので、水分補給しっかりとって、この後もお楽しみいただければなと思います。